ソラレンは直線型フラノクマリンとして知られる天然に存在する有機化合物の母核構造である。構造的にはクマリンにフランカンが融合しており、ウンベリフェロンの誘導体と考えることもできる。オランダビューの種子に含まれるほか、イチジクの葉、セロリ、パセリ、山椒、すべての柑橘類にも含まれる。感染、皮膚炎、尋常性白斑、 皮膚 T 細胞性リンパッシュ等の治療のためプーバ、両方に広く用いられる。多くのフラノクマリンは魚類にとって猛毒で、インドネシアでは小川に投じて魚を捕まえるのに、用いられる。ソラレンは変異源であり、分子生物学研究においてこの用途で用いられる。ソラレンは DNA にインターカレーションし、紫外線照射によって 5TPAV に選択的に、 地民に一副化物や共有結合左官化強を形成し、アポトーシスを誘発し得る。プーバ療法は、感染等の過剰増殖性皮膚疾患や特定の種類の皮膚癌の治療に用いられる。しかし、プーバ療法自体が皮膚癌のリスクを高めることにつながる。ソラレンの重要な用途に、プーバ療法として、主に感染、稀に皮膚炎や尋常性白斑の治療に用いられる。 ことがある。これは、ソラレンの紫外線吸収が大きいことを利用したものである。まずソラレンで皮膚の感受性を上げ、その後、紫外線照射して皮膚の問題を取り除く。また、脱毛の治療にも利用が推奨されている。ホットフェレーシスにも用いられ、この場合は、紫外線照射の前に抽出した白血球と混合される。 その発言性に関わらず、ソラレンは1996年まで日焼け促進剤として用いられていた。ソラレンが有日焼け促進剤を使用して日光良くしたものの中には重度の皮膚欠損となったものもいた。皮膚色が薄いものは皮膚色が濃いものに比べ、ソラレンによる黒色種生成が4倍も多かった。ソラレンの短期的な副作用には吐き気、凹凸、 後半、総用症、感染、皮膚神経の高毒性損傷による皮膚痛等があり、皮膚や生殖器の悪性腫瘍を引き起こす可能性がある。改良ソラレンのさらなる用途としては、血液製剤中の病原体の不活化等がある。合成網のソラレンであるアモトサレン塩酸は、輸血用の血小板や血小中の感染性病原体の不活化のために開発された。 臨床仕様に先立ってアモトサレン処理結晶板は P53 のクラウトマウスで発言性が現れないか試験が行われ発言性がないことが確認されたこの技術はヨーロッパの血液センターでは日常的に利用されておりアメリカ合衆国でも最近承認されたソラレンは DNA20 螺旋に挿入され紫外線照射によって ピリミジン塩基と付加物を形成するのに最適な位置に配置する。ソラレン DNA 相互作用の結合定数を導出するためのいくつかの物理科学的方法が採用されている。古典的には半透膜で区切られたソラレンと干渉 DNA 溶液の2つの核分を用いる。DNA に対するソラレンの親和性は平行後の DNA 核分のソラレン濃度と直接関係している。 水溶性は薬物の血液溶解に関連する薬物動体とジメチルスルホキシド等の有機溶媒の利用の必要性の二つの面で重要である。また、ソラレンは超波長紫外線の放射により活性化する。UVA 領域の光が臨床的標準であるが UVB でより効率的に光不可物が形成されるという研究結果から UVB を用いることで より効率が上がり、処理時間が短くなることが示唆されている。ソラレンの光化学反応部位は、フラン管とピロン管の炭素炭素二重結合の各々にある。ピリミジン塩基に隣接して適切に挿入されると、4中心光管過負荷反応により2つのシクロブチル型一負荷物のいずれかが形成される。通常、フラン側の一負荷物の方が多く形成される。 プラン1付加物は2つ目の UVA 光子を吸収し、分子のピロンタンでの2度目の4中心光管化、不加反応により、2付加物、または、過境を形成する。ピロン1付加物は UVA を吸収せず、UVA の放射によってこれ以上過境が形成される、ことはない。この分類の化合物のもう一つの重要な特徴は、一重鉱酸素を生成できることである。 この過程は不可物生成と直接競合し、霊域状態エネルギーの三逸の代替経路である、可能性がある。ソラレンの研究は、歴史的に DNA や RNA との相互作用に、焦点が当てられてきた。しかしソラレンは、ある種のアグレッシブなタイプの乳がんで、過剰発現している、a r ブ2 0容体による、シグナル伝達をブロックすることが示されている。 人工誘導体であるベルガプテンは特定のカリウムチャンネルを阻害することで免疫抑制剤となる可能性がある。ベルガプテンの構造では DNA への挿入が防がれ、一重口、酸素はほとんど生成されないため、インビボでの望ましくない毒性は大きく低下する。多発性硬化症、一型糖尿病、関節リウマチ等の様々な自己免疫疾患に対する治療効果が期待される。 作用基準として、細胞表面の収縮と4チャンネルのブロックの2つが発見されたが、まだ多くの研究が必要である。多くのフラノクマリンは、ソラレン、またはアンゲリシンのどちらかの誘導体であるとみなせる。ソラレンと、その誘導体は直線型の化学構造を持つため、しばしば直線型フラノクマリンと呼ばれる。重要な直線型フラノクマリンには、メトキサレン、ベルガプテン、 インペラトリン、マルメシン等がある。ソラレンの構造は分解反応の生成物の同定から推定されてきた。アルカリによる快感でクマリン酸やクマル酸誘導体を生成する、等、クマリンのラクトンとして通常の反応性を示す。カマンガン酸カリウムによりフランカンが酸化するが他の酸化方法ではフランマイナスに酸カルボン酸が生じる。ウンベリフェロンは ソラレンを生成するために痴漢が必要な6位よりも8位が痴漢される傾向が強いため、ソラレンの合成は困難である。ベンゾフランは、ベンゼン艦よりもフラン艦が反応しやすい。しかし、クマランの7ヒドロキシ誘導体は6位で痴漢でき、その後のガッターマン反応、無水作酸を用いたパーキン反応を可能とする。最後に五インが脱水素子、フラン艦ができ、 合成が完了する。一軸の歯には、おそらく最も多くソラレンが含まれる。他に、クエラ、パースニップ、パセリ、ラベージ、ウイキョウの種子、ニンジン、オランダビュセロリ、ベルガモット油等にも少量含まれる。プーバ両方は、DNA 左官下鏡と一腐加物の両方を形成する。ソラレンにより導入された DNA 左官下鏡は、 複製中の細胞に強い遺伝毒性を持つ。共有結合は複製フォークの進行を妨げるため複製が再開される前に DNA 左官下境の除去が必要である。通常 DNA 修復の最初の段階は下境の両端の一つの親さの切断であり、続いて正確な方法、または不正確な方法によって損傷部の修復が行われる。 相動組み換え修復は過強修復の正確な方法であり、同じ細胞のもう一方の相動染色体からの情報で損傷した情報が置き換えられる。相動組み換えに血管のある大腸菌細胞は野生型と比較してプーバ両方に対して非常に感受性が高い。相動組み換え修復は効率的であり、 大腸菌においては一つか二つの非修復加強があれば細胞が不活化するが53から71個のソラレン加があっても修復が可能であった。出荷工母では、騒動組換え修復はソラレン加を正確に除去する主要な方法である。野生型の工母では、騒動組換え修復による加強除去の際の組み換えは主に日のり換え型の遺伝子変換である。 SV40 ウイルス感染細胞や、単純、ヘルペスウイルス感染細胞等のウイルス、DNA 中のソラレンカ鏡も組み換え修復により除去されているようである。ソラレンカ鏡修復の不正確な方法では、2つの切断によるギャップを埋めるために DNA ポリメラーゼが用いられているようである。この方法は、相互的な未切断差には過鏡の一部が残っているため、 正確な修復合成のための適切な胃型として、機能できず、不正確なものとなる。不正確な修復合成は、突然変異の原因となる。異型 DNA 左中のソラレン一不可物も、突然変異を引き起こす、不正確な複製バイパスの原因となる。T4 ファージにおいて、プーバ両方後に観察される、突然変異の増加は、DNA ポリメラーゼによる損傷のりコへ複製による、 不正確性を反映していることが判明した。ソラレンは、化学的に、拡散二重螺旋を可供することができ、そのため、DNA と RNA の相互作用や、構造の分析に用いられてきた。Dean, Kai, M, Naturally Ocarring Oxygen Ling Contoons, London, Butter vs.https, Archive ORG Details, ナチュラリオカリーレイ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 ディーンザマークインデックスロイ N ジェマークありがとうございます。